はい、こんにちは。こんにちは。あなた方のどっちかが一番俺を詳しいリスナーだと。俺のガチエピソード。サイダチキン食って92キロから67キロまで。ガチだよね。ヘッドホンも。そうそうそうだね。その俺の服だけじゃなくて、そこのヘッドホンもね。音像が出てるビリガーのやつは。エピソード1個なんかガチ。エピソードですか。で、今から30問出して、渡辺力がイベントでパシリ券を取ってるんですけど、遊園地で使えなかった。本当のパシリをね、そのまま遊園地も入れてパシリもっていうのは、いかんということで、どっちが俺に詳しいかということで、今、まあ、自称、もう本当詳しいから、知らない人は。はい。第1問。現在のチャンネル登録者、何人でしょうか？近い方が1ポイント。お前当たんなかったらただの人だから。はい、せーの。渡辺力が34万862人。知らない人が34万8512人。正解は34万8714人。第2問。反応物語がサイゼリア企画をした回数は何回でしょう？サイゼリアだけで撮影が行われた企画。いや、今知らない人1ポイントだよ。せーの。おお、渡辺力自信ある？結構ある。なんか忘れてそうな気がするけども、こんぐらいだと。正解は11です。よっしゃ !11 台の第3問。iPhone の進化論の iPhone15 の機能は何でしょう？やばい。やばいぞ。いらない人だぞ、もう。せーの。Siri が人になって靴紐結んでくれる。Siri 靴紐。Siri 靴紐。じゃあ聞いてみましょう。はい。だ。いや、違うよ。チリが人になって、そうそう、人が大事だから。はい、またね。第4問。第5回、スバラダイグランプリのチャンピオンは誰でしょう？ちなみに、プンプク侍は第3回。せーの。あー、正解は、悪崎誠でした。今のは難しかったね。次。今から言う登場キャラを、登場したのが早い順に並べなさい。フリーザ、ハンター、未来人、ヘノシタユカ。この時期の動画だったら知らない人の方が詳しいんじゃない？いや、ちゃんと年代中に見てないんで。渡辺力は、ヘノシタ、ハンター、フリーザ。知らない人は、ハンター、未来人、フリーザ、ヘノシタ。正解は、ハンター、未来人、ヘノシタ、フリーザ。あー、逆だったー。今、公開されてる三能物語の動画は何本でしょう？正解は634、250。だいぶ割れたぞ、これ。正解は525です。三能物語が動画アルバムの7作目の動画アルバムのタイトルは何でしょう？芋けんぴかい。ここが大事ですね、正解は逆襲神話で、三能物語が一番最初に出した曲のタイトルは、お前だけが欲しいと、黒田カーニバル。正解は、純白系カチェリーナ、カーニバル黒田でした。ラストですよ。だからもう、先に正解した方にしましょう。男女26人で合コンをし続けたら何次会で全員リタイアするのかの、6次会の会場はどこでしょう？6次会は、卓球です。次です。さあ、もうサドンデスですからね。ブックオフで新品の漫画を何回売買したら本の価値はゼロになるのか。売買された本のタイトルは何でしょう？せーの、ドン。アラサーの俺たちが10年ぶりにセックス。ああ、そう！もう本当名勝負ですよ、これ。現在、公開されてる三能物語の動画ランキング、人気の動画順、3位は何でしょう？せーの、正解は、マックニーソルです！よし！ああ！三能物語、バシ事件、知らない人です！よし！めっちゃ嬉しい。ほっとり悔しい。めっちゃ嬉しい。君はすごいよ。寝て起きたら、夜まで知らない人が、俺をバシれます。で、渡辺くんは、そのパシリがつまんなかったら、切れることができます。一緒に徐々に行きましょう。は？Thank you.